いいですね、素晴らしい。明日本番なんですけど、はい、どう思います？明日試合の当日。あ、もうリラックスして、はい、リラックス、はい、はい、師匠の名に恥じないようにな、アンジェラ。おー、いい、おお。奈良城師匠に恥かかせんなよ。あ、あっす。おっす、あざっす。ありがとうございます。こんにちは、こんばんは、ミートパラダックスです。本日はちょっとホシミンが、お仕事に来れなくなってしまったんで一人なんですけれども、第2回棒手裏剣競技大会世界大会に本日は参加させていただきます。大会の参加資格が和装ということなので、ちょっと今日はこんな格好をしております。頑張ります。先生、我々剣士一同は日々の修練を十二分に発揮し、一打流行の精神のもと最後まで戦い抜くことを誓います。めっちゃ緊張します右上寄りでしたね。うん、そっちに寄っちゃうんだよね。あれですか、緊張がありますか？めっちゃ緊張。超ドキドキしてたんです。でも、ゴミがね、なんかさ、いい感じに刺さったので、よかった。はい、じゃあ、気持ちはよろしいでしょうか。はい、今1巡目なんですけども、9番に打たれました、スイカさん44点。おお、素晴らしいです。で、2位がつくよみさん38点。おお。で、3位がしゅうやさん29点。おお。で、4位がりょう25点。おー。で、5位がアンジャーズ20点。おー。どういう場合になっております。ここで勝負は決まってないです。2巡目が勝負です。まだまだ追い越せるチャンスあります。頑張ってください。5位に入ってよかったね。いやー、もうやっぱ名前が出るの嬉しい。俺も
今日の任務はもう俺終わった。ありがとうございます。早い早い。あとはその5が4321になるか568になるかもしれないよ。さ運次第。そうです。あ、腕次第。あ、頑張って。はい。何投目で行ったんですか？4か5ぐらいで入って、それでその後2本目ぐらい刺したのかな。すごい綺麗に、ほら。ど真ん中1本刺さってましたよ。ね、刺さったーと思って。剣王戦頑張ります。無知の空手。第2回王室研究協議世界大会挑戦の結果が出ましたので、ここで第3位を発表したいと思います。3位は、りょうさん。ちなみに、私の手です。ありがとうございます。はい、では、2位。2位の方が、つくよみさん。いかがでしたか？初めての。めっちゃ緊張しました。試験大会です。なんかやっぱり力みますね。そうですね。思ったよ、成績は伺えられなかったですか？でも真ん中行ってました。そうなんですよ、銃刺さったんですけど頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。全部外場所で投げちゃいそう。上げて落とす、上げて落とす、いい動きするんですよ。そこの背筋をしっかり使うから、はい、背筋、はい、でそのためにこれを動かすともっとダイナミックに動くんですよ。はいはい、この動きを使って手裏剣、体をね、そうするとより剣に力が伝わりやすくなる。2回の、剣王戦、1巡目開始します。さっきちょっとアドバイスをいただいたので意識しつつやってみます。
1ライン目がさっきより遠いので、もう世界が違う。もう1周目も諦めず頑張ります。なんとこの無人犬大会の創始者始めたさんが、はい、お話を聞けることになりましたので、よろしくお願いいたします。なぜこのような大会、しかも女性がなんと、もともと武道をやっておりまして、少し上手になろうかなということで、よく稽古しているうちに仲間を募って練習会をずっとやってたんですね。ただ最初大会があるもんだと思って探してみたんですね。そしたら大会がないってことが分かりまして、これ非常に難しくて、流派っていうのが皆さん県が違うんですね、なかなかルール、統一ルールを作るのが非常に苦労しまして、でどこの流派にも不利有利がないように作るのが一番苦労しました、そのルールを作るのに約8ヶ月議論をしまして、結局第1回目まで行うまでの3年間の準備期間を経て、コロナ禍ではありましたけれども、海外の方が友人たちは出られませんでしたね、国内の方々が出ていただきまして、予選には240万人かな、出ていただきまして、試行錯誤しながらなんですけど、すくすくと生み出したものが育ってて、もうすでに母の気持ちでですね、で女性も祈願だった女性も、こうして素敵なアンジェラさんがさっき打たれてるのを見たら、本当に美しくて拝見してましたけど、こうやって女性の方々が集っていただけるってことは本当漫画上手です。今回あれですよね、世界大会ってことで海外の方も参加されてて、はい、的と向き合うというより自分と己と向き合う機会かと思います。本当にそうだと、本当にもしお気に召していただいたら、もうすごい楽しませて、あ、いやいや、とんでもないです、来ていただけて、この大会がまたどんどん発展していくことを楽しみに、はい、2巡目行ってきます。大会どうでしたか？はい、ありがとうございました。女王戦の時はなんか、やってやるみたいな、すごいこう自分の中で緊張感もあって気合もすごくあったんですけど、2回投げたその合計点で順が決まっていくんですけど、剣王戦の1巡目が1個もどこにも何にも刺さらなかったんですね。それで、まあ、やっぱり距離が遠くなるので、あ、全然こんなに景色が違うんだなっていうのをすごい感じて、でちょっと待っている時に先生にちょっとアドバイスをいろいろいただいて、こう結果は6点だったんですけど、変な緊張感とかがなくて、ある意味リラックスしてすごく集中できて、剣王戦の2巡目をやることができたので、棒手裏剣って面白いなっていうのをすごいじわーっと感じてます。
ほどアドバイスしていただいたので、はいはいはい、すごい自分的にはなんか集中してすごくやることができて、はい、手裏剣ってすごい面白いなって思いました。そう思っていただけるとすごく嬉しいです。全然体の使い方綺麗だし、何より最初ちょっと点数がちょっと残念な結果だったんですけど、2巡目でちゃんと1本でも刺せた。すごいなって。先生のおかげです。とんでもないです。もう刺したのご自身ですから、だからやっぱり頑張られた結果だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。以上をもちまして第2回棒手裏剣競技世界大会を終了といたします。皆様ありがとうございました。全然ダメでした。でも去年よりは順位が上がったので、まあ良かったかなと思ってます。はい、来年は剣王と女王を狙います。はい、まで他には自宅でちまちま練習してます。ぜひ棒手裏剣の世界にも来てください。ぜひぜひぜひ、お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に初出場で、楽しかったので、本当に次も、続けたいなと思うので、またお邪魔させていただくので、ぜひぜひよろしくお願いします。また来年もぜひまたお会いできたら光栄です。ありがとうございました。